映さないでください。何も悪いことしてませんよ。なぜカットしなかったんだここは。生放送、生放送ですか。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ、来てもらえますか。ほいほい。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。ほう。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいよ。女の子でした。うんうんうん。顔はイメージ通りでしたか。まあ多分多分。どんな子に育ってほしいですか。自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、うんうん、メアリーにしようと思います。かわいい、普通にかわいいいいね。大切に育てます。うんうん。温かく見守ってやってください。みんなに守っていこう。ケンとリンの間にメアリーが生まれました。何がどうなったらメアリーになるんかよくわからんけど、ほい。それじゃあマンションを見てこう。さてと、今回は友達マークだらけやね。あさみさん、あ、でも喧嘩じゃないみたいでよかった。こんばんは。こんばんは。つうのかねに友達も紹介したいのですが。恋愛的な方じゃないのね。どうでしょうか。おー、いいと思う。いいんじゃないかな。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。世間話。わかりました。では二人も呼んできます。はい、お願いします。結構な身長差やね。どうかな、仲良くなれるかな。お、世間話で理解ができないとは一体何の話をしてるんだ。それぞれの世間がやっぱ違うんかな、なんか。おる環境とかが違ったらそういう風にもなるよね。まだ友達にはなりませんでした。なるほど、まあこれからなるかもしれない。今知り合いぐらいの感じやね。あえて冒険はしないタイプです。いいと思うよ、無難に無難にやっていこう。私も最近食べ物とかあんまり冒険せんもん。美味しそうやな。いただきます。確実に美味しいやろうな。味が想像できるなっていうもんしか食べんもん最近。それでも冒険しよるって言われるけどね。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。シチューはね、去年から今年にかけてめちゃくちゃ食べたけんね、もう。それでも全然まだまだ食べれるけど。はい、それじゃあ青戸さん入るよ。よかった、みんな喧嘩じゃないんかな。こんばんは。こんばんは。モカさんとは仲がいい友達だと思っているのですが、うんうん、僕とモカさんのこともどう思いますか。モカタン、どこや。あ、モカタン楽しい、普通かな。やっぱりそうですよね。普通やと思う。なんか特にこう飛び出て何かがあるわけでもない。健康のためリミネとランニングをすることにしました。おー、いいねいいね、健康的、健康的なのよきよ。はい、紅茶でもどうぞ。いただきます。なんかさ、紅茶がインフルエンザを予防するのにめちゃくちゃいいみたいなのをツイッター上で見たんやけど、いやー飲めねー。飲めねー、悲しいかな。さあ、そして、あ、ここは喧嘩なのか。この2人ってことですね。ですね。はい、ゴッドさん入るよ。うおー、どうした、何があったの。とりあえずきっとユーソさんが相手だろうなということはわかるので、クッキーでも食べて落ち着こうか。どうすか。あ、結構美味しかった、よかったよかった。気分が落ち着きました。よし、いってらっしゃい。仲直りしてこようと思います。ほい。え、ケイさん。え、ユーソさんじゃないんですけど、マジで？なるほど、そうだったのね。え、でも K さん全然マーク出てなかったけど出かけとったんかな。この間はごめんなさい。なんか思った人と違う人のところに行かれても、ちょっとびっくりなんだけど、ユーサさんは誰と喧嘩したんだ。ごめんなさい。いや、まあ仲直りできたのは良かった、良かったよ。良かったけれども、うまくいきました。
ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。仲直りできました。さあ、それじゃちょっと気になるユウサさんの喧嘩の相手をね、見たいよ。誰だ。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。何でも後回しにして忘れてしまいます。私最近さ、マジでこう瞬間的に忘れることが多くって、何かをしようとしたんやけど、何をしようとしたんかを忘れて1時間後ぐらいに思い出したりするんよね。すごいどうでもよかったりとかするんやけど。え、でユウサさん誰なの相手。今パッと見た感じおらんかったんやけど。私、珍しく怒ってます。うん、珍しいかもしれん。誰相手。ユウナと喧嘩しました。ユウナちゃん、マジで。お出かけ中か今。まあまあ、ほら仲直りして落ち着こう。このイライラを沈めてください。じゃあとりあえずおせんべい、おせんべいどう、収まる。いただきます。もうちょっとなんか女子力の高いお菓子とかが良かったかもしれんけど、どうすか。いや、しかも美味しくなかった。マジか。マジか。ちょっと待ってね。カステラとかは、あ、これラスト。はい。いただきます。どうぞどうぞ。どうかな。お、あ、よかったよかった。収まった収まった。気分が落ち着きました。やっぱせんべいじゃダメか。美味しいけどね。全然あまり美味しくないなんてことはないと思うけど。さあ、ちゃんと仲直りしてね。夜めっちゃ景色いいね、こういう部屋。でも落ち着かなそう。カーテン閉めたい。この間はごめんなさい。おー、許してあげて。仲直りをして。ごめんなさい。よかったよかった。ちゃんとね。今回は後を引くことがなく、二組とも仲直りができたみたいでよかったよ。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかな。勉強セット。はい、どうぞ。道具、勉強セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。ムダ毛の部屋って私の部屋より広く感じますね。マジで。ブラネちゃんの部屋どんな感じやった。なんか開放感ある感じやったっけ。ブラネちゃん、ブラネちゃん、ここやん。え、別にそんなことないと思う。あー、開放感でもあるんか。やけんかな。はい、それじゃあ、あきゅんくん入るよ。あゆなのそっくりさん、お久しぶりな気がします。お久しぶりです。お父さんお母さんにはこの間会ったんやけどね。仲がいい親友だと思っているのですが、うんうん、私とさなのこともどう思いますか。え、いいんじゃないかな。親友なんやろ。信頼してる。うん、全然大丈夫。やっぱ兄弟多いね。相性バッチリ。ここにまたさらに兄弟が増えるんやろ。上と下どんだけの年齢差だよって感じよね。友達の友達は私にとってただの他人です。まあね、そこで自分も仲良くならんかったら自分の友達にはならんもんね。顔ぐらいは知ってるかなみたいな、顔見知りかなぐらいの。さあ、一軒家の方は別に何のマークも出てないかな。ああ、出てなさそうやね。ふんふんふん。それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。いいねいいね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そしてん、こんな時に、こんな時間に浜辺誰かが。これリボちゃんかな。どうしたの。なんかめっちゃ黄昏れてるけど何かあった。何かしらあったの。てかこんな暗くっても結構遠くまで見えるね。海すご。灯台みたいなのがあるんかな近くに。そしてマンションの屋上にも誰かが。誰だ。
ガイタンくん大丈夫？下にボールとか落とさない？ただの素振りかな。それならいいんやけど、そこからそんな勢いでボールをね打ったりとかしたら大変なことになりそうやから怖いわ。はい、そしてあさみさん、またしても入るよ。私と遊びましょう。はいはい、遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ、2人のみーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問定点。鉄化という名は同じ形状の性格である。え、どうなんやろ、違うんじゃない、なんとなく。家でした。おお、鉄化ちゃんドライ系なんやね。なるほどなるほど。第2問。第2問定点。まず SAK ユウとノリは友達である。はい、答えは愛でした。おお、よかった。共通点クイズ最終問題。最終問題ででん。イッシーとユスムは夫婦である。んー、どうなんやろ、多分答えは愛でした。おー、結構ね、夜になっとったらなんか勝手に食べとる時があるけん、空腹かどうかよくわからんのよね。よかった、全問正解。一つだけあげます。よし、それじゃあどれか選んでください。一番大きいので。お宝、招き猫をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、ちょっと歌をね、聞いていきたいと思います。今回は今までに追ったグループ、今までに追った、はい、スイートでカカオ&シュガーバレンタインソングです。ちょうどね、季節的にもどこに行っても結構バレンタインのチョコレートとかいっぱい置いとると思うけど、それについて歌った歌です。バレンタイン興味があまりなかった、一人でいるとの心ね、今いいだろうよ。あの人に出会い満たされる波動、愛に溢れたどこでも。いいね。いいね。もうバレンタインの時期はね、もうなんか自分が食べたいチョコレートがめっちゃ売って振りまくっとるけんさ、いやー、もうなんかね、でも女の子はなんかバレンタインもホワイトデーもどっちも自分で買える感じの雰囲気やけん全然いいよね。はい、それじゃあミーニュース見てこう。ニュースになりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。間一髪の出来事でした。なになに、立ち話に夢中になった人がぶつかり落とした先もたまたま通りなかった、眠たい仕事キャッチしました。すごいな、マシの耳に聞きました。なるほど、奥が深いニュースですね。奥が深いのかちょっとよくわからないけれど、うつさないでください。何も悪いことなぜカットしなかったんだここは。はい、生放送、生放送ですか。ニ違うやろきっと。ほい、それじゃあ友達マークとかハートマークとかはないっすね。それじゃあちょっともやりよ、ともちゃん入るよ、ごめんね電話中。あゆなのそっくりさん、2週間ぶりですね。お久しぶりです。新しい服が欲しいです。できればかっこいいのがいいんですが。かっこいい系意外やね。かわいい系が絶対似合うと思うんやけど、まあ、でもそういうところであえてのちょっと中性的な感じでいきますか。かっこいい系の服どんなんかな、かっこいい系。あ、この辺スタジャンとかは、でもこういうの、なんかチマッとした子が着てるのも可愛いよね。はい、どうぞ。あ、いいやん。なにダメなの、めっちゃ普通に好きやけど。てか私、こういう格好するし。こういう格好もするし、私。ともかちゃんとりんちゃん？でも、りんちゃん結婚しとるしね。そういうのを考えれば。
はい、いただきます。ぜんざいどうぞ。どうすか。あ、ダメだった。もうダメなことだらけやん。つら、何もかもやん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、今回は特に恋愛的な動きとかはなかったけど、まあ、この時間帯は結構みんな落ち着いとるね。